太さなどはバーを移動させて変更するのじゃ。やり直しをするときは矢印ボタン、完成したら丸ボタンじゃ。説明がなくてもなんとなく直感的にわかるもんじゃろ。そうじゃのう。まずはじめにわしの描いた絵を喋らせるアニメーションを作ってみようと思う。キャラクターにあ、い、う、え、おと喋らせる5種類の絵を描くぞ。まずあの口をしている犬を、黒目を描いてと。次は鼻じゃな。あ、なんか思ったより大きくなってしまったのじゃ。赤色にバーを動かしてサイズも変えて、あの口じゃな。口を大きくあーと開けるのじゃ。なかなかうまいんじゃないかの。書いたら丸ボタンで保存じゃ。保存すると前の画面に戻ってくるぞ。すると右端に書いた絵が出てきたな。よし、次に「い」の口をした絵を描いていくぞ。前に描いた絵をクリックすると薄く下絵になるので、なぞって描くと楽ちんじゃ。さらに前に使った色、ペンの太さも保存されているので、ここから選んで描くといいぞ。そうじゃのう。口だけじゃつまらないから目も変えてみるかの。よし、必要なパーツは揃ったぞ。次に操作画面に戻って絵を動かしていくぞ。まずあの口の犬をピンクの背景に置いておいて、メガネツールの左にあ、右にイの口の犬を置き、イの口からウの口の犬を置いて、最後はオの口からアに戻る設定をすると、ほれ、犬がア、イ、ウ、エ、オと喋っているアニメーションができたのじゃ。ポイントとしては頭の中でどのように動かしたいか考えながら絵を描いて、メガネツールで設定をしていくといいぞ。うん、なかなか可愛らしく描けたのじゃ。続いて触ったら絵が出てきて動くというアクションをしてみようと思う。メガネツールを1つ追加し、左に指ボタンを入れ、右にあの口の絵を入れるぞ。右側にある四角ボタンでプレビューをすると、ほれ、このようにクリックした箇所に描いた絵が現れたな。このように人の操作によって動作が変化するアクションをつけたりと、プログラミングの第一歩となるものも作っていくことができるぞ。顔だけだと寂しいな。おまけに体も描いて設定しておくかの。2種類の体を描いてメガネツールで設定してと。めちゃくちゃバタバタしておるな。さらに遊んでみたくなったぞ。あの口の時に上から降ってくる骨に当たるとニコニコ顔になるという動作を追加してみようかの。必要なパーツは骨とニコニコ顔の絵の2つじゃな。描いたらメガネツールで設定をして、あの口の絵の上に骨を重ねて、重なったらニコニコ顔になるっと。骨は上からゆらゆら降ってくる感じにしようかの。メガネツールの左側に骨を置いて、右側に少しだけ下にずらして骨を置くのじゃ。設定できたら骨を背景に設置して、骨を上の位置にセットしてと。ほれ、あ、ダメか。もう一度行くのじゃ。あ、今度はうの時にかぶってしまったのじゃ。入れ入れ。あ、ダメか、今のあじゃと思ったんだから。あ、笑顔になったのじゃ。かわいいの。ニコニコ顔になって満足そうじゃ。こうして絵を描いたり設定していくうちに、やってみたいことが増えていくのもビスケットの醍醐味じゃな。少々難しいミニゲームなどを作る場合は、作り始める前に必要な絵のパーツと
動きのシミュレーションをしておくとスムーズに作れるぞ。夏休みの自由研究などにどうじゃ。工夫次第で動く絵日記なども作れそうじゃの。冒頭でも伝えた通り、保存期間が約2ヶ月ほどしかないこと。再び編集したい場合、最初に選んだ背景の色や作った日時を頼りに保存場所を探しに行かなければならないこと。それとな、パソコンで作っている場合、保存する前にウィンドウサイズを変えたりすると今まで書いていたものが消えてしまう時があってな。その時は辛かったのじゃ。お主たちはこまめに保存をして作業するのじゃよ。作ったものが永久に遊べないのもちと悲しいのじゃが、美しきものは儚いものなのじゃ。また次にレベルアップしたものを作ってビスケットマスターになってほしいのじゃ。さて、今日の動画はここまで。チャンネル登録と高評価もくれると嬉しいぞ。ツイ